今日は5月4日快晴、金沢の末町に来ました。あやめが綺麗です。満開に近い。3列あります。お日さんの通ってるところから当たってるところから順番に咲いていきました。あやめはあやめ科あやめ属の多年草です。日本や東南アジアが原産。草丈は30センチから60センチぐらいまで伸びるようです。5月から6月に紫や白色の花を咲かせます。葉はまっすぐに立ち、木の先端に1輪から3輪の花を咲かせます。花びらに網目の模様があったことからあやめと呼ばれるようになったと言われています。あやめは毒性があって、口に入れると下痢や嘔吐を引き起こしたり胃腸炎になったりします。毒は根っこ、茎、球根に多く含まれますが、全部の草に含まれるため注意が必要です。特にお庭でペットを遊ばせる場合はあやめに触れさせないよう十分注意しましょう。一方、あやめには病気を治す薬としても使われます。明日も快晴の予報。真ん中3列目、左から3列目、もっと花が増えるでしょう。満開になっていきます。見事やね。見事です。